はい、カットンです。ですね、カレンから届いた XM3 を、今日ももちろん飲んでます。で、お水も大量に飲んでるんですが、問題がありました。まず昨日の問題から。昨日ね、お昼に動画撮ってアップした後なんですが、その後 XM3 のことなんてコロッと忘れて普通にご飯食べました。空腹感がなくても、まあ、デブは、私はね、100キロ以上あるデブですからね、目の前にご飯があれば食べれちゃうわけですよ。まあ、それで、普通よりは少なめだったんですけど、普通にご飯食べた結果、ものすごいお腹がパンパンに張っちゃって、うわー、どうしよう。そしてようやく XML の存在を思い出したみたいな。そんなことがありました。ぜひ、XML 試してる方、暴飲暴食と掛け合わせない方がいいと思います。そしてまあ、今朝、体重計に乗って、現状を報告しようと思ったんですが、まあ、今ここいるところのね、そばに体重計があった、結構高性能の体重計があったはずなんですけども、まあ、今朝測りに行ったらその体重計が撤去されてて、残念ながら体重は測れないまま、今日に至ってます。まあ、家に体重計があることはあるんですが、100キロまでしか測れないんですよ。そうすると、私が乗っちゃうと壊れてしまうということで、私使用禁止になってます。そんなわけで体重計を今日も測ってないんですが、今日もガバガバ飲んでます。で、体調の変化ですけど、昨日ほど大きく感じてません。ですがね、空腹感というか、お腹はね、満たされているような感じがします。はい。で、私もともとね、お腹が減らなければ、それほどご飯食べない感じのライフスタイルに最近変えてたので、まあ今日もこのままだったら食べなくてもいいんじゃないかな、みたいな感じでいます。また明日報告したいと思いますね。よろしくお願いします。ガッチャンでした。